刺し物。その名の由来は板と棒を組み刺し合わせることから来たと言われています。また物刺しを使った体とも言われます。江戸時代、幕府は多くの優れた職人を江戸に集めました。それらの職人の中から刺し物師や宮師、建具師などが誕生していきました。江戸刺し物には大きく分けて板物、そして釜地と呼ばれる2つの製品があります。板物とは引き出しなどがついた箱の形をしたものを言います。大きなものはタンスから、小さなものは小物入れまで、実用的な製品が数多くあります。釜地とは、すなわち棒を使った製品で、彫刻などを取り入れたのが特徴です。日本人の手先の器用さと江戸っ子のセンスが生んだ江戸指物。それではその特徴を見ていきましょう。デザインは直線を生かし、無駄な飾りなどがなくシンプルな作りです。金釘を一本も使うことなく、しっかりと組み上げられています。どの製品も木目を生かし、木のぬくもり、優しさが息づいています。そして最も素晴らしい特徴は、美しさやあっさりしたデザインにもかかわらず大変丈夫に作られていることです。それではその江戸指物の製造過程を見ていきましょう。まず板を必要な長さに切っていく木取りの作業が始まります。これで、天板の木取りは終わりました。一番の重要なことは、この板の真ん中に木が入るということが木取りの重要なところです。ここにありますこの盛り付け棒、また一名合い火とも言うんですが、この棒に、要するに間口、それから高さ、奥行きと全てが集約されて入っているわけです。ですからこの棒がありますれば、何個でも同じものができるという、まあ要するに設計図ですね。設計図がこういうふうに書き込まれているというわけです。板をカンナで削り、表面を整えます。作業はすべて欅の当て台の上で行われます。まず最初に
両面の高いところ高いところを一応探してそれを削っていくんです。そうしませんと片っぽだけでは削っていかれないんです。これは板を止める引き止めです。板の中に隠れていた木目の美しさが徐々に現れてきます。カンナによって表面の反り粗さなどが整えられました。指物に使う材料の板は木の種類、木目など作るもののイメージに合わせて慎重に選びます。主に使われる板はタモ、クワ、キリ、ヒノキなどで十分に乾燥させたものを選びます。それでは今度は幅を決めますが、このカンナは長台といって、要するに正確な直線を出すカンナで、普通のカンナよりここにあって長くなってますからね、それだけ直線が間違いのない直線ができるということです。今度は直線を出しましたらば、この景色、これは中棹という景色なんですが、この景色で正確に幅を決めます。そしてまた長台でこの景色の通りに取りますと正確な幅が出たということですね。これはもうこちらもこちらも同じ幅だということ。でこの次に今度はこの直角を決めるために、小口台という道具を持ち出します。そしてこれでこれの直角を決めるんです。小口台と呼ばれる道具を使い正確な直角が出されます。実に見事な技です。